どうも私でございます。本日もロングダークですね、やっていきたいと思います。ちょっと今若干というか結構ピンチなところになってきてはいるんですが、火を起こさないとな。ちょっと火を起こさんといかんですね。当初のリスク。Sure getting cold。どこに行けばいいかが分かんないですよね。な、閉じ込められてるみたいになってて。ちょっとあったかいところで、時間過ごして、行きますか。で、水も作らないといけないとか。で、木とかが全部下ろしちゃったんでね。この辺かってあったかいんじゃないかって思ってんだけど。そうでもないか。夜になると、このいくら火の近くでも寒くなるってことなのか。散らかしまくったからね。散らかしまくりましたからね。散らかしたとこ、とっ散らかしたからね。おかんに怒られるやつっすよ。こんなしていったら、おかんにめちゃくちゃ怒られるやつです。散らかしたからね。松明なんか持ったところでと言いたくなる。すごいことになってますね。ここら辺は。どういうことになってますわ。ま、まあまあいらないからいいんだけど。ちょっと温まりたいな。温まりたいというか、どっから先に進めるんですかね。なんか、そこがわかんないな。どっか暖かいと、温まれるところで、時間を過ごしたいっていうのがあるんですけどね。まだここだったらそんなに寒くないから。めっちゃいる。やっぱ火起こすか。フリーズ。火起こしますか。ここら辺にさ、めんどくさいんだよね。あれだけ探すっていうのは。これも。ここら辺のを使って。火を起こすか。火起こして、で、万全にして、で、そこから進むか。で、進むのもいいんですけど、どっから先に進めるかがわかんないんですよね。むしろグウェンは元気だと。どっから進めんだろうね。降りれないんですよね。先に一人で動いて、で、そこからどこで動けるかっていうのを見てから次に進んだ方がいいような気がするんでね。オレンジソーダなんで、どっかからこのグウェンを担いとかないとどっか行けないってところがあるんだろうなと思ってんですけどね。機動力が抜群になくなりますからね。で、水を作っとかないとすぐ脱水症状になるから、ここで火を起こすか。ずっと燃料促進剤をやってたから。カモファイヤー。カモファイヤー。アストリッド。パーフェクト。だけいっぱいあったのか。ちょ、水作っとくか。苦しいのは知っておる。
水を作るまで、まあ、これどうせ温まるしね。コーヒー飲んでいくか。待ってくださいね。1時間ぐらいちょっと寝て、でコーヒー飲んでいくか。どっから行けるかがわからないですよね。箱カプとかカプっとかないとわかんないのかな。知れるよね。コーヒー飲んでいくか。じゃコーヒーと水も作って彼女に飲ませないといけないからね。後々どうせ温めるボーナスゲットして、じゃあちょこれで OK。 いくぞ。よ、Hang in there。 どっからどこから行けばいいかがわからないんだけどね。こっちが行けなくなったな。でこっちから降りていくもんなのかな。大変です。狼も襲ってくるよね絶対。叫びながらものすごいパワーですから。取れないのか、枝とかを。なるほどね。じゃあ一回置いて、でそっからいろいろ取ったりとかしてからってことか。ちょっと変な裏技で降りようと思ってるんですけど、そんな変なことしていいのに。一回ちょっと、じゃあなんか変なことになったら嫌だから一回セーブしといて。あ、かかってるわ。さっきまでこれなかったからね。またここや。さっきまでこれがなかったんで、いけるようになってますわ。これは？そっか。誰とも行って。I won't leave you behind。もうちょっとなんとかならんのかね。Nobody needs this anymore。 本当に投げを背負い投げしてるからね。本当にちょっと水を飲もうと、I'll see if I can help。 この子水しか飲まないから。サミットソーダで That should be better。 話すってできないのかな。まあいいや。 Up now。 Easy。 ベストポイントになってるから。まあ、これでルート的にはいけるってことですね。で、暖かいし、寒くないし、ただ、狼が襲ってきたらどうしようとは思ってます。なかなかのタフガイですよ。タフガイじゃないですよね。タフガール。タフよね。どう降りていくんだ、ここ。ん？こっから落ちたら絶対大ダメージっすよね。いつものパターンで言ったら、マッケンジー言ったら秒で捻挫です。
ちろん岡山も来るんですよね。でも一応多分ダメです。狼と戦う時も一回落として、で相手の士気を削ってから担いで席に行かないといけないって感じっぽいですね。いや大変やったで、全然見つからないし。お願い Please 一緒に来て帰ろうぜ、あなたを待ってる人がいるでしょ。ここにもあったか、電話が鳴ってんじゃねえか。背負い投げして、さあどうぞ。ひどい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 。なんか鳴ってるよね電話が。この先なのかな。まあいいや、行こう行こう。電話が鳴ってるの聞こえるんだよね。どっか近くに小屋があって、その小屋から電話かな。電話が鳴っとんね。これか。あ、ようこんな電話が生きてるな。楽しく過ごしましょうね。これ出れんのかな。やはり一回ちょっと背負い投げしないでやん。背負い投げ、ちょっと背負い投げ、これ背負い投げして、あれ背負い投げ、背負い投げして、ひどいけど扱いが雑いよね。ラン、 Hello? ラン、 Me again. なんでここにいるって。そう、 GPS でも、 GPS でもここにかけるとエリア内電話全部だ。あとはあんたが受話器を取る待てばいいか。そう、めちゃめちゃ忙しいで。Yeah, I saw you found a survivor at the crash site. 見た？ You spying on me? 見張ってるよ。Just watching. Curious. Okay, that's kind of creepy. Curious. You want to tell me what happened here? あんたの男に何があったか話してくれる？ I don't really have time. そう、時間ねえよ。I'll go first. いやいや、時間ないんだって。You asked about my husband when we were in the house. あ、はいはい、旦那いるかとね。Not much to tell, really. でも写真があったで、家に。I'm alive. 彼は死んだ。私は生きてる。Sorry if this sounds harsh, but... そう、確かに。そりゃそうじゃないね。I'm not. I assume he's the one in the basement. あ、そうね。まあ、みんなそう。やった。You tell me. Is failing to help someone the same as killing them? I guess that depends on the circumstances. 状況によるんじゃないか。それと意図ね。なるほど。いやいや、お医者です。弁護士。Did you kill him?やったかやってないか、やったら狼。うん、置いたのか。何だったのじゃこの電話は。じゃ今の電話は何だったよ。マジで。石油缶はいらないな。ちょっと温まってってのはありか。ちょっと温まっていきます。この子もね寒いから、でちょっと水も作んないといけないし、火を焚いてここに背負い投げして、うわこっちか、こっちだったか。まあ、いっか。火を起こして、で、あの彼女もね、グベンだったっけ、もう寒くなってるからちょっと温まって、ここでコーヒーとハーブティー飲んでから行きますか。おーや、おーや、
3ぐらいかな。温まるよ。温まるね。OK だね。じゃあ、水を作ってと。で、こっちは、あ、そうか。ってことは、こっちは水を作るか。ハーブティーとコーヒーを作ってと。飲む。完璧です。基本的に完璧です。I'm not gonna be able to carry this load for much longer. さあ行こうか。水でも飲ましとくか。Easy. Just gonna see if I can help. マジこれ水じゃなくてサミットソーダとかでなんとかなったらいいなって、絶対これやってるゲームをやってると思いますからね。It's okay. It's okay. We can make it. 昨日ババアの電話は何だったんだってちょっと突っ込みたくはなるが、こっちか。ああ、下ろさないといけないのか。ちょっとそれはめんどくさいな。The sky. So bright. あそこにカーカーなってますよね。ルートはこっちでいいんだよね。公民館まで遠いからね。200ぐらいしないといけないかな。200ぐらいしないといけないのかなと思ってます。めっちゃこれ欲しい。めっちゃこれ欲しい。おろすか。めんどいけどおろすか。ちょっとだけおろさせて。マジこれは欲しいね。これだけは欲しいのよ。そこに、あれもちょっと調べますかね。さすがに運んでる間は狼が襲ってこないっていうことでいいのかな。公民館の周りはそんなに狼が、あ、でも狼いましたよね。多分来るルートと帰ってきてるルートは全然違うはずなんで、お隣に、お隣にベッドイン、お隣ベッドインで。こんな投げ方ないけどね。まあないか。行こう。行くぞ。行くで。ああ、ショートカットで来てんのか。はあ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 。なるほどね。ショートカットルートになってんすね。こう、こう行けたらいいけどね。まあまあ、どっちにしてもこう行って、こうが行くか。結局のところ、形見ってのは ID 番号ってことになるんですよね。あの服とかは、服とかの方が、あなたが着てる服って私の大事な人の形見なのってなりそうだけどね。どっか家があればいいですけどね。めっちゃマーガーと言いたい。私が行かせないわ。でも一人だと寂しい移動ですけど、やっぱこう人がいると会話ができるんで、やっぱ会話って大事だね。遠い道のりではあるが、人と会話すると気が紛れるんで、会話するって大事やわ。まだまだよ。越えていった方がいいのかな。来た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 。こう行くか。こうはいいよね。あの絶対にやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。絶対来たから。一回置いて。一回この、こいつらを。来た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 。
そう、なんか見捨ててるみたいになってるけどね。2匹いるのは分かっとんのよ。なんだったら当たってないかなぐらいの思うんだけど。やべえ、弾が。しまった、リロードしてもうた。うわーですよねー、このリロードがよ。くそー、こういうことになるからあそこで服がたくさんあったんだな。よし、おっしゃ、やっつけた。初めてやっつけました、狼を。狼やっつけたで。狼をやっつけて、やっつけだった。と思ってね、せっかくだから、掘りますか。せっかくだから、狼解体しよう。まさかの当たると思ってな。あれ、怪我は。お肉はいらないから。やったぜ、やったぜ。肉はいらないです。食べ物はたくさんあるんで。やったぜ。どこいたっけ。あれどこに投げたっけ。あれか。寒がってるね。炊くか。炊いて肉焼きますか。止めましたからね。待って、これリロードしとくか。あ、もうないのか。しまったな、捨てたんでした。捨てたのか。しまったな。Won't let you fall. そこの狼の肉ところで火焚いて、で温まって肉焼いて、肉取って肉焼きますか。狼の肉でも仕留めましたからね、ついに。狼と自分で川の字になりますか。狼とこれ川の字になれるから。You're safe now. I'm here.ちょっと待ってね、これでここに、よし。なかなかよ、これは。Come on, little fire. Come on, fire. あっ、ちくしょう。それかリボルバーがあんまないからどうすかね、ほんと。フレアで逃がせれないっすよね。猟銃とかあるけど、弾を置いてきちゃったんすよね。そう考えたら。なんかそこのところまで全然考えてなかったな。で、マッチもあんまないのかな、もしかして。めっちゃ捨てたから、いろいろと。どうだっけ。まあでも、ゴミ缶までそんなに、そんなにめちゃめちゃ遠いってわけでもないんで、大丈夫でしょ。勝手に思ってます。とりあえず2時間か。水はどうっけか。せっかくだから。アーブティーと。水を作るか。その間に、オオカミの肉を2キロゲットする。飲んで、忙しいんすよ、あたいは。
いろいろとやることがあって。肉カットして。で、液が溶ける。こっちは蒸発するまで。こっちはゲットしたから、狼の肉を。結構時間かかるね。そうなのか。結構時間かかるんすね。それに一番驚きやわ。狼の肉を全然腹含まれないね。ちょっとこれでせっかくだからこれ狼の肉をさ、ジューしてさ、全部取るか。狼をとの肉を取って、でお腹が空いた分それを食べるという、あんまり意味がないんだけどね。あ、めっちゃ回復する、めっちゃ回復する、めっちゃ肉取ったからね。1時間か。なんかそれのためにこれをやるのも嫌だな。オオカミの肉をむしゃ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 。肉を持ってるとやっぱ酔ってくるんすよね。いいのかな。まあまあいいや。なんたも捨ててもいいし、途中で。I've done what I can. 最高。Easy does it. もうあれがあんまないからさ。服があんまないというか。リボルバーがないからさ、あったらどうせ猟銃で仕留めるぐらいでしないといけないのかな。逃げれないもんね。しかもお金は肉持ってるから酔ってくるからね。初めて狼をやっつけましたね。あれは一体、あれは一体、幻覚、幻覚説。結構時間かかるからね。まあ、また火は起こせるからあと一泊ぐらいするのはいいんですけど、問題は狼に追った時よ。そう遠くないわよ。緑の火があちこちに。狼に会ったらめんどくさいことにはなりますけどね。ぽいね。なんとか。カー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 、どこだ。さっきの狼、でも狼のは全部取りましたからね。何もかも。川からなんか。こっち合ってるね。いや、この寒くないうちに一気に行きたいっすね。眠気も飲みも体力もほぼマックスなんで、あと狼に会って、そうね、リボルバー、銃、猟銃とか信号弾とかあるから、そう、しゃがむのもできないのか。うん。一緒に会話ができるっていう楽しみはありますけどね。狼に会ったらもうかなりしんどいですね。服とかもボロボロになるし、行けるところまでは行きますけど。やっぱこのグウェンを持っててもこうね、遠いな。まだまだよ。まあ、途中で狼の肉があるから肉補充もできるから、ね。
terrible sound. すごい音。あ、来るときなんか地震があったね、そういえば。まあまだまだ距離があるんで、今回一回切りがいいんでここで終わりますかね。じゃあちょっとセーブして。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。次はなんとか公民館まで持っていけるんじゃないかなと思ってるんで、頑張っていきたいと思います。それでは失礼します。バイバイ。